まだまだ弱い。だからもっと強くならないといけない。日差しとそよ風を受けてガランと草のベッドの上、目をつむればあそこにあるんは至福のふわふわタイムちゅうわけや。そういうものなの？そういうもんや。それこそお昼寝の流儀や。こんなええ天気の日に引きこもっとったらもったいないで。お昼寝の流儀知らなかった。わかった、私ちゃんとお昼寝してくる。あ、丸ごと信じてもうた。昼寝の流儀守ろうと思って。何をおっしゃってるんです。そんなものよりまず一般常識を守ってください。それってどういうことですか。街中で横になるとかダメに決まってるでしょ。天気様ほどの有名冒険者となれば、あなたを倒して名を上げようという敵派閥の冒険者もいるでしょうし、そもそも置き引きにでもあったらどうするんです。その高そうな剣なんてムスットからすれば格好の餌食ですよ。それは大丈夫、眠ってても気配
わかりますから。野生の獣ですか？これだから桁違いの冒険者というのは全く。とにかくほら起きてください。ケンキ様はあなたが思っている以上に有名人なんですから。心配してくれてありがとう。お、いえ、どういたしまして。外で寝るのがお昼寝の流儀でも街中で眠っちゃダメ。じゃあどこで寝ようかな。お昼寝って難しい。昼寝しに来ただけだから。はい、お昼寝なんでわざわざ刺激の門まで。もしかしてまた昼寝の特訓を。ダンジョンでのレストを想定してここに。ん、さすがアイズさん、何から何まで次元が違う。あの、もし僕でよかったら協力させてください。協力？はい、僕もダンジョンを想定して見張りをします。ですからアイスさんは心置きなくお昼寝の訓練をしてください。よくわからないけど、わかった。それじゃあ私寝るね。どうぞ。モンスターはいません。どうか今のうちに寝ちゃってください。ありがとう、ベル。早い。やっぱり第一級冒険者はお休みの速度も一流なんだ。ウサギさん、こっち。寝言。ちょ、アイズさん、手を。あったかい。もっとこっち。まずいけど、起こしてもまずいし。